入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの吉野です。学びズムの江戸です。どうもこんにちは。お願いします。今回の質問になります。はい、古文に関しての質問です。はい、古文がスラスラ読めるようになる読み方はありますか？単語や文法、古文常識を覚えるというのはもちろんだとは思うのですが、何かスラスラ読むための方法、訓練の仕方などあれば教えていただきたいですということなんですけども、うんうんうん、古文スラスラ読めるようになるんです。読む方法あるんですか？スラスラの感覚が違うかな。スラスラの感覚が違う。例えば俺英語も教えてるやんか、うん、英語も現代文も教えれるし、うん、古文も教えれる、やったら文系3科目教えれるやんか、うんうん、だからメインが古文でやってるけど、うん、例えば英語がスラスラ読めるようになるのって、うん、あの英文解釈やって単語覚えて紡いでいったら、あの一文単位で綺麗に訳せるようになるから、うんうん、でそこからスラスラ読んでいくっていう感覚はあるねんけど、古文は俺でも、うん、どんだけやってもここ何言うてるか分からんところがある。なるほど。英語ってさ、突き詰めてやっていったらさ、うん、ここ何言うてるか分からんところってほぼなくないようにできるやん、うんうんうん、古文は多分どんだけやってもそれ無理ちゃうかなって思う。なるほど。ましてや1年や2年ぐらいの勉強では不可能やと思う。だって俺もう何年やってんの、10年以上やってるわけやん、うんうん、まあ、受験生時代から合わせていったら、うん、でもまだスラスラ読むっていう感覚じゃないかな。なるほど。そのがっちり読んでいく。だから、うん、英語ってさ、英文解釈とかは手段やんか、 SVOC 振って綺麗に訳していけるようになって、うん、でそれから離れていくやん最終的に、うん、SVOC 振らんでもスラスラ読めるようになっていくことを訓練していくけど、古文は一文一文一行一行むちゃくちゃ丁寧に読んでいく、うんうんうん、だから登場人物のチェックをするとか、定例が定例筒に丸チェックして、うん、主語が前後で変わらないとか、ドバオニガとかは三角チェック、これは学びズムのやり方やけどね、うん、ドバオニガ三角チェックしたら主語が変わりやすいとか、うん、トートテなどの上は開括弧が来るとか、うん、そういうようなテクニックはあります、うん、まあ、そういうのを学ぶ参考書としては、そうやな、古文読解を初めから丁寧に、うん、富井の古文読解を初めから丁寧にであったり、最近出版された岡本里奈先生のね、うん、マナビズムから、受験サプリの方に行った、うん、岡本先生の、古文読解の本とか、うんうん、あとは山村先生の、実況中継やったかな、うん、系の参考書をやればとりあえず読み方に関しては、勉強できます。ただ感覚を変えなんかな、一科目一科目、うんうん、現代文とかやったらその一文単位では精読はできてるはずやねん、日本語やから、うん、でも文章がつながったら何言うてるかわからんっていう状況になるわけよ、うん、現代文ができひんこって、うんうん、でそれはスラスラ文字は日本語やから追えるねんけど読めてないっていう状況やん、うん、それが一個一個科目によって違う。文系の科目は古文、現代文、英語全部違う。古文はむちゃくちゃじっくり読んでいく、うん、もう一個一個チェックして、あ、ここに尊敬語があるから主語こいつやな、主語何番してだからこいつ2番ってしとこ、ここに2番ってしとこ、3番1番みたいなことって英語で絶対ありえへんや、うん、間に合わへんから、うんうん、だからそういう意味でスラスラ読むっていうのにすごく限界があるから、うん、これはね、自分が過去問を見て取りたい点数っていうのが一科目決まると思うよ、うんうん、英語で何点、現代文で何点、古文で何点、選択科目で何点っていう形で文系は決まると思うんだけど、うん、そうなった時に与えられてる時間の中で、うん、その最大限の点数が出るように、うん、するためにはどうしたらいいんか、そのためにはどこまで読まなあかんのかっていうのが、まだこれも大学によっても違う、うん、めちゃめちゃ深いところまで読んでいかないと内容一致の問題解けない場合もあるし、うんうん、さっと表面上取っていけば解けるような大学もあるから、うん、それに合わせて自分がここまで読まなあかんねんなっていうレベルを確認した上で演習を積んでいくっていうのが非常に大事かなっていうふうに思います、うん、なるほど。イメージなんですけど、マナビズムのカリキュラムでいくと、だいたい1年間で古文の文章を読むって100題ぐらいです、過去問とか合わせて、うん、だから100題読んだらとりあえず最低点に乗るようにはなる、
はずやから、ちゃんとうまいこと勉強していればね、うんうん、だからちゃんとその100題やる前に英文法やって、ごめんなさい、古典文法やって古文単語やって、ある程度常識も覚えながら読みながら出典を覚えていって、徐々にあこの出典出てきた時はこういう話なんや、例えばカゲロウ日記出てきたら夫カネイエに対してそのすごく不満を思ってる道綱の母がめっちゃ嫌な気持ちになってる、なんで浮気ばっかりするのっていう話やったよなみたいな知識を蓄えていった結果、最終的にスラスラ読んでいけるっていうような状態ですね、うんうんうん、でもそのスラスラはもちろん違いますよ、科目によって。でも古文はそれぐらいです、うん、100題ぐらいかなっていうイメージ演習。なるほど、うん、だから多分今この夏で演習してるって言っても、多分アウトプットの参考書1冊とかしかやってないと思う、うん、1冊2冊多くても2冊かな。でそれで1個20題あったとしても40題ぐらいでしょ。じゃあ全体の演習量の4割とか3割とか4割に過ぎないわけですよ、うん、でなんで古文単語やってんのに、古文常識やってんのに、古文単語やってんのに、古典文法全部インプットは完璧なはずなのになんで読めないのっていうフラストレーションは、うん、演習始めには絶対あるんですよ、うん、誰でも学びずのせいでもあるんですよ、うん、だからそれは気にせずに、気にせずっていうか、もちろん一回一回その何負け試合から学んでいかなあかんよ、うん、もう学んでいかなあかんけど、それを学んだ上で次、学んだ上で次っていう風にしていけば、演習量はだいたい100台ぐらいあれば、カンカンドリツには届くかなっていう風に思います、うん、なるほど、はい、わかりました。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。受験トークへの質問投稿は LINE アットからお願いします。アット MANAVIISM です。アットマークをつけないと友達登録できないので忘れないようにしてください。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。